は大仙市大曲り丸子川沿いにある中華カフェミドラをご紹介します。カフェスタイルで中華料理が楽しめるミドラ、ビビットオレンジのカジュアル店内は女性も子供ももっと気軽に中華料理を楽しんでほしいという店主の思いが込められています。店主の藤村さんは3人のお子さんを持つお母さん。お店では以前藤村さんのご両親が営んでいたお店の味を引き継いだ定番の中華料理がいただけます。中華カフェミドラのおすすめは寒い季節に食べたくなる麻婆麺。優しい味わいの麻婆豆腐が器いっぱいに入っています。程よいピリッとした刺激と熱々のとろみに心も体もポッカポカ。スープの辛さは好みに合わせて1辛から15辛までオーダーすることができます。今までの注文の最高記録は8辛。好きな方はぜひチャレンジしてみてくださいね。とろっとろの麻婆豆腐が麺に絡みつく姿、ふうふうしながら召し上がれ。いろいろな中華料理が食べたい、そんな方におすすめなのがこちらのミドラランチセット。お醤油のラーメン、チャーハン、唐揚げやエビチリ、サラダとドリンク、デザートまでついたお得なメニュー。店主の藤村さんが食べたいと思ったものを全部集めた食いしん坊セットなんだそうです。中でもこちらのエビチリは藤村さんがご両親から受け継いだ秘伝の美味しさが詰まっているそう。大きなエビと濃厚な甘辛いソースは愛情のこもった忘れられない味です。